すいません、はじめまして。はじめまして。ガイドチャンネルです。正確に言うと僕はAD の大食い監督っていう時に、渡部さんの VTR の AD やってたことあるんですよ。第6チャンネルライブ5月24日開催。グラファン絶賛実施中です。ご支援お願いしまーす。いろいろ記憶をたどって、はい、俺三谷さんどっかなってるような気もするしお仕事もしかしてしてないのかなずっと考えながら来た大江監督。あ、そうですね、その時は絵にやってました。本当ですか、お世話になりました。ここあれなんですか、その、そういうのキャリアの割とスタートラインというか、めちゃめちゃスタートし、このホールのこけら落としも僕らがライブしたぐらい。そうですね。コケラの人が一番最初の公演が人力車の若手3組か4組ぐらいでやったのが最初のこの元の長谷ホールっていうホールだったんですよ。それ新宿風にリニューアルした時の一発目なので、その時ですね、はい、今もやってるバックはバックスホテル人力車さんのライブってことなんですか。多分そうですね、今もやってると思いますけど、はい、それはここですね。小田さんは、はい、何年なんですか、芸歴でいうと。じゃあ93年なので、ちょうど30周年ですかね。でいうと、はい、同じぐらいの芸歴の人たちって誰なんですか。いや、だから、まあ、なんとなくざっくりはもう、バナナマンだったり、あとは、そうですね、7丁目劇場組、ロンブーさんとか、ペナルティとか、あとは、大阪でいうと、多分12期なんですよね、小籔さんとか二丁拳銃さんとか、あの辺が僕はざっくり同期で、小島はちょっと早く入ってるんで、まあ、小島はちょっとややこしいんですけど、渡部さんと小島さんって別にあれ同級生です。同級生なんですけど、小島が人力車の養成所に入って相方が見つからないからって僕を呼び寄せた感じ。はあ、ここでまず最初にボキャブラブームが来るんですよね。その時にまだ、今でいう当で開催するクリームシチューさんとかネプチューンさんとかも出てたんで、そんな箱なんですね。これだから行列はもちろんまでできるみたいな時代があるけど、その人たちがいない時はもう人力車の若手だけだと本当にお客さん3人とか5人とかいう時代があってで、その次にね、オンエアバトルって番組でちょっとブームが来るんですよ。でそこに結構人力車のメンバーが成績が良かったんで、ここがどんどん入るようになって、でそのまま、みんなちょっとずつ抜けてった感じですかね。もうじゃあエンタやってるぐらいにはもう出てないですね。はい、そうなんですね、はい、エンタのだいぶ前ですね。で最近は、はい、どんなスケジュールですか。まさに今日この時間、子供を9時に送って、はいはい、このぐらいの時間から、はい、9時半ぐらいから15時に迎え行くんですけど、はい、だから14時半ぐらいまでに仕事を全部終わらせるっていう、はい、スケジュール。企業の講演会とかは、はいはい、日中に平日に行ってですか、土日に行くんですか。都内は日中の昼間にやっていただくパターンと、はい、あとはもう地方の企業も結構多いので、地方の場合はもう朝送ってそのまま羽田とか品川に行って、で迎えは奥さんがやったり、ちょっと僕の兄がやってくれたりとかっていう感じですね。お兄さんも手伝ってくれたんですよね、はいはい、そうですね。なのでまあ構想手分けしながら。あ、そうなんですね、はい、名アシスト有吉の PR 見ました。渡部さん出るんだと思っていや、なんか、はい、まあ情報解禁にやっとなったんですけど、はい、かなりあれ実は早く撮っていて、そうなんですね。有吉が一番最初に声かけてくれたぐらいのタイミングでしたね。あ、はい、そうなんですね。めちゃめちゃ嬉しかったですし、久々のスタジオ動画で何にもやってない白黒ランジュ以外の仕事がいきなりあれだったんでかなり緊張しましたけどね。しかもだから基本、はい、最近の人はトークベースってことですもんね、どっちかというと。ああいうなんか芸人大舞台の中でなんかわちゃわちゃみたいな全然ないですし、まああれもだからね、配信始まったら分かると思うんですけど、まあ、かなり結構刺激的なことやってるんですよ、ね、だからまあ僕は自粛前だったら多分オファーが来てないような仕事ですよね。だからはあ、でも楽しいんですか。だってその渡部さんってその、はい、まあ、自粛前も、はい、もうどちらかというと MC に移行されてるから、体張る系のなんか仕事してらっしゃらなかったじゃないですか。そうですね、確かにやってなかったんで、今はもうそれが必死ですよ。もうとにかく行ってもう流れに濁流に飲まれるような感じですよ、ね、バラエティっぽい仕事を今すごくしてる感じですよね。だから逆に言うと、はあ、あとだから今回、ね、ご紹介いただいたのが、はい、かがりさん、ガリタさん経由でちょっと
ご相談させていただいたというか、はい、あの崖っぷち1グループリの MC にはそうなんですよ、なんかあのあれ MC とかは他、はい、あの自粛後あれ仕事はないないですないです、はい、それじゃあ、そうですね、復帰後初 MC とか、そうですね、まあはい、あのそういうのはなやってなかったんで、はい、そっか、そうですよね、はい、今何歳ですか、はい50です。あ、はい、そうか、そうですね。50歳になりましたね。大体いつもその50歳至るまでをひたすら、はい、あの質問しながら、はい、ただただひたすら聞いていくっていう、はい、出身の八王子なんですか、はい、あれまでも八王子地元ロケしてました。そうなんですね。でも実は、はい、府中なんですよ、生まれが。あ、府中ですか、はい、府中どこら辺ですか。府中のもあの駅でいうと京成の武梅ヶ原っていうところで。武梅ですか。はい。じゃあ武梅ヶ原何歳までいたんですか。小学校上がるまでだから、そうですね、幼稚園時代は、はい、はい、でそれで、八王子に引っ越されて、八王子に引っ越して、はい、そこからずっと八王子ですね。あ、それじゃあ家買ったけど売ったんですか、うん、それは売って、はい、まあそうですね、八王子でまた新たに、多分僕ができたりして狭くなった、僕3人目なんですけど、あ、3人目、はい、3人兄弟3人目なんで、多分それで狭くなって買ったんじゃないかなと思いますけど、はい、どんな構成ですか、うん、兄姉僕ですね、はい、何個差ですか、4つ上と3つですね、お父さん何の仕事されてたんですか。私はそうそう、東芝府中だったんですよ。あ、はい、なんかそう小学校とかは、うん、なんですか、こう芸人になりそうな雰囲気あるんですか。いやー、まあちょっと明るくはしてましたけどね、まあ、結構その時野球をも一生懸命やってたんで、ほうほうほう、野球少年という感じで、芸人っていう感じはなかったですけど、ほうほうほう、僕の世代50歳世代ってもう要はバラエティー史をずっといい時代を見てきた、ほうほう、漫才ブームあって、ドリフがあって、ひょうきん族があって、東京なんで夕焼けにゃんにゃんがあって、でごっつええ感じ始まって、ほうほう、っていうなんかずっとこう幼き時からお笑いのスターがもうテレビの中心にいたので、うんうん、まあ刷り込みみたいなのあったかもしれないですね、かっこいい職業だなみたいな。でも野球って言ってもそれこそ八王子なんて、はい、あのチーム多いから結構激戦区っていうか、リトルリーグだった硬式野球をやってたので、地域の軟式野球っていうか八王子の1個のチームに入ってた感じですかね、はあ、はい、甲子園行きたいなみたいなぐらい強い感じ。もうバリバリ、うちは八王子リトルはすごく当時強くて、うんうん、3軍ぐらいまであって、ほうほう、1軍が全国大会行ってる間に2軍がこう関東大会出るみたいな、なんかそのぐらいレベル高かったですね、はい。大田さん何軍にいたんですか。僕は1軍にいたんですよ。1軍で補欠、試合に出るか出れないかぐらいで、最後ちょっと守備固めで出るみたいな感じだったんですけど、なんか全然もう緊張するし楽しくなくて、2軍に落とされるんですよね。で2軍だと結構そのクリーンアップ打ったりできたので、なんか2軍の楽しさにどっぷり使っちゃったというか、二軍でも関東大会なんですね。そう、結構強かったです、はい、なのであのレベルの高いチームでしたね。じゃあ中国とかその野球で行きたいみたいになってくるんですか。ね、今度は中学に行くときに、僕はね、学校の中学の野球部に入るんですよね。で小学校 3,4 年ぐらいの時に、要は一軍のバケモンたち見てるから、これプロ野球はもう無理だなっていうのも思ってたんで、結構野球でその甲子園行きたいとかプロ野球になりたいっていうのは結構早く諦めたかもしれないですね、はあ、こんなちっちゃい八王子の1チームにこんなすごい人がいるのに、世間にはどのぐらいいるんだって思うぐらいだったんですけど、よく考えたらうちのリトルリーグから2人プロ行って3人4人甲子園行ってるんですよ。だからかなりレベルが高くてまああのまあしょうがないなって感じですけど、ね、はい、あ。で中学とは部活やるんですか。野球部ですね。だから学校の野球部に入って、今度軟式野球やるんですけど、今度はこう、うわ公式上がりが来たぞみたいな、八王子リトルのやつはどのぐらいうまいんだみたいな感じでこう先輩とかに見られてっていう感じでしたね、はい、まあ、キャラクターはずっとその、まあ、明るい楽しいって感じですか。その目立って、まあそうですね、別に不良するわけでもないけど、まあ本当にまあクラスのまあちょっと明るいやつぐらいですかねっていう感じでしたから、キャラクター的には、はい。で別に、うん、まだそのなんかあれじゃないですか、うん、あの漫才とかする人もいるじゃないですか。いやいますよね、はい、全然なかったです。なんか学力的にはどんな感じなんですか。お父さんエリートとかいいとこいるんですか。親父はもうすごいやっぱ勉強できる人で、で兄と姉ももう予備校塾行かずに、うちの学校の一番上の公立の高校にパンと入れちゃうぐらいの人だったんですよね。で僕だけやっぱ全然勉強まあ、しなかったしできなかったんで、僕だけですね、その渡辺家で初めて塾を行くとか、
私立校を受けるとか、そういうの初めてでしたかね。八王子って八王子東とかですか？あ、そうです、八王子東です。うちの兄は2人、兄姉は八王子東で、はい、本当町の天才が行く場所ですね。そうなんですよ。で、あの人、元 CC ガーズの青田のり子さんも八王子東なんですよ。そんなで、俺その情報を聞きつけて、青田さんになった時に東出身らしいっすねって言ったら、それ絶対言っちゃダメよってイメージと違うから。あ、そんな頭いいっす。めちゃくちゃ頭良かったって聞きましたよね。はい、入れないですもんね。入れないですね、あそこは。よっぽど、うん、じゃないと。はい。で、それ結局太田さん、私立に来るんですか？で、僕結局私立も結局やめて、その学校の中盤ぐらいの都立日野高校っていう、その、あ、日野高校行ってたんですか？日野高校に、はい、行ってましたね。僕ら国立出身。あ、そうですよね、僕見ました。あの三谷さんの顔見て、同じ三玉だなと思って。はい、その日野高校なんですよ。はい、日野高校なんですね。これもう、あの、今の清志郎さんと三浦友和さんが同級生で先輩なんですよ。その二人は同じクラスで。すごい。で、この二人もいつか会えるだろうなと思ってたんですよね。うんうんうん。そして清志郎さんお亡くなりになって会えずに、ね、終わってしまい、うん、三浦さんもどっかで会うんじゃないかなと思ったら、結局会わずでしたね。はあ、はい。あれ、小島さんとも出会ったんですか？小島は高校2年のクラスメートなんで、高校で知り合いましたね。どんな印象、はい、いやいや、長くなるんですか？いや、全然です。小島がまず、学校に友達がいない、で、学校にもあんま来ないみたいな、不良でもないし目立ってもいないみたいな感じのやつだったんで、高校時代に遊んだとかいう記憶はほとんどないですね。だからね、ちょっと薄い引きこもりみたいなこと。あ、もう本当そうですね。そうだって本人も言ってましたね。クラスの行事には一切参加しないし、修学旅行も来ないし、で、体育祭文化祭来ない。で、こう聞くとなんかちょっとアウトローな感じじゃないですか。でも不良でもないっていうね、もう謎の立ち位置ですよね。はい。しかも当時そんな引きこもりなんて言葉あんまないから、ないです、ないです。もう説明のしようがない。しようがないですね。ニートって言葉もないし、だからなんか、うん、まあ、地味に学校あんまり来ないやつって感じでしたかね。はい。じゃ、小島さんと高校で喋った曲はないっていう感じ？ほとんどないですね。まあ、結構ね、うちのクラスで麻雀とか流行ってたんで、麻雀で何回かあったかなぐらいの感じですかね。うん。上田さん、その時もう芸人になりたい？その時はまあ芸人じゃないんですけど、もう一通り高校生としてのまあなんか青春を謳歌しました。オートバイ乗ったり、バンドやったり、なんかアルバイト一生懸命やって、なんかそう、うん、なんか買ったりとか、そういう感じでしたかね。お、その後大学に行ってみたいな雰囲気かなと思ったんですか？はい、高校時代ぐらいは。でも高校の時も全然勉強しなかったんで、高3ぐらいの時に、あ、俺このまま就職するのはちょっとだなと思って、そこから受験勉強始めて一浪して大学って感じですかね。あ、はい、普通に大学に行くんですか？大学にはね、だから、まあ、まあ高3でやりたいこともないし、うん、このまま働くのもなっていう感じですね。もちろん芸能界なんて、ま、全く思ってないです、はい。じゃ、小島さんといつ再会するんですか？それで結構高校出るんですよ。で、一浪して僕は大学に入ってて、はい、大学の1年の夏ぐらいに、はい、2年の夏か、なんか電話かかってきて、実はお笑いをやってるんだ俺は、突然かかってきて夜で、めちゃくちゃ突然、どうしたのって言ったら、いや、お笑い終わってて、今すごい一人でやってるんだけど、うちの事務所の社長にすごく、才能があると言われてて、もうコンビさえ組めばお前すぐテレビに出れるよって言われてる状態だっていうことを、すごい、僕に急に夜中電話してきて。で、お笑いは当然好きで見てたけど、とても、もう本当の天才しかなれないもんだと思ってたんで、全然こう、目指そうとも思ってなかったんですけど、小島のそういう電話を聞いて、で、ちょうど大学2年の夏で、一通りこう大学生活が一段落するじゃないですか。なんかサークル活動もちょっと飽きてきたり、で、なんとなく学校のいわゆる行くペースも分かってきて、あ、これなんか今思えば失礼なんですけど、サークル感覚で一回コントとかやってみるのもいいかなと思って、ちょっとやろうかっていうのが初めですね。逆にその、はい、渡部さんと話したことない小島さんは、なんで渡部さんに出会う？これもね、よく言ってるんですけど、小島はもう、クラスの片っ端から電話してたし、要は、はい、なるほど、はい、で、よく聞いたら僕クラスで5番目ぐらいなんですね。ちょっと他にもうちょっとそのやりたい人いたんですか？上4人いて、この4人だからクラスメートで5番目の評価ってなかなか低いですよね。お笑いでプロを目指しちゃいけないですよね本当はね。で、5人目ぐらいで声かかって、でも、小島はそれずっと言わなかった。十何年言わなくて、実はって、お前、ドラフト外れ5位なんだ、みたいな話になって。え？って上の4人聞いたら、全然もう、なんか、それこそ引きこもってるようなやつとか、一回も面白いこと言ったことないようなやつも入ってて、俺その次の評価なんだっていうのが、
あの後に分かった。はあ、はい、あ、じゃあもう別にそこ の選択はあの、はい、かけやすい順みたいな感じだったんで、かけやすいし仲いい順だし、なんか当時何もやってない人から順番に声かけたんですって。あ、こいつまだ働いてないなとか、あ、これフリーターだなとかいう中で、あ、渡部大学行ってるけどそろそろ落ち着いたんじゃないかぐらいの感じだったと思いますけどね。はい、え、それで呼ばれてどこに集まるんですか、最初。で、まず最初いわゆるライブのネタ見せに行こうってなるんですけど、うん、僕はこれコントも何もしたことないから、まあ、最初地元の公園とかで本当にこういうとこで、うん、こうやってこうやってってセリフを覚えて、こうやってこうやってって言って、こうなんか小島にこう演出してもらいながらやって、うん、で、あとは八王子なんかああいう出張所の会議室とかあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうとこを借りて、そう、小島を全部借りて、で小島口まで車で来て、俺までネタ終わったら車で送るって、もうすごい手厚かったんですよ。ネタも書いてくれる、場所を押さえてくれる、送り迎えしてくれるって、すごい手厚くて気の利くやつだったんですよ。ほんそもそもはもうリーダー中のリーダーみたいな感じで、で始めました。役割としてはまずはツッコミって感じですか、うん、そうですね。当時はあの小島がボケで僕がツッコミでっていう感じのコントでしたね。はい。なんで小島さん人力車さんを選択してたの？これだから、まず NSC がなかったんですよ、東京に。で、人力車が初めて東京でお笑いの養成所を作ったんですよ、 JCA っていう。だから吉本の東京より早かったんですよ。で、それを見て、で当時は養成所だけど専門学校のパンフレットの中にあったんですよね、うん、でもうここさえ出ればすぐテレビ出れるよみたいな文言だからそういうことで、あのやっぱあの騙されて入ってくる人いっぱいいてでまたよくできてるのが全期一括納入なんですよ、授業料も。で最初にパンって金だけ取って、あの辞めるやつはどんどん辞めてくださいねっていう、まあ今のお笑い養成所システムの最初ですよね。あのなんか無理して学校来なさいなんて当然言わないし、あのお金さえ納めていただければ、あともう振り落としの授業というか、根性あるやつだけもうやめないで残れみたいな感じですよね。で小島さんそこで 1年、はい、1年行って結局組む組んだりいろいろあったんだけど、いい相方が見つからなくて、2年目になった時にちょっとクビになるかもしれないと、組まないと一人でやっててもっていう感じで、要はあの小島俺はすごいって言われてるんだって言ったけど、実際行ったら全然嘘で、あ、そうですか。もう社長のとこ2人で行ったら、小島に社長がお前名前なんだっけみたいな言われてるぐらいで、名前も覚えられてねえじゃんみたいな感じで、だからそこから組んで、だから本当小島もそれこそ崖っぷちで、もうコンビ組んでコントやんなきゃってるんで、僕をギリバッと電話してて僕を捕まえたんだと思うんですけどね。はい、うまくできたもんなんですか、そのネタ見せ。いやー、うまくはいかなかったですけど、なんせこう事務所としても JCA 養成所の1期生じゃないですか、うん、1期生から早くスターを出したいんですよ、学校経営のために、うん、だから1期生はね本当に、まあ、1期生2期生合わせて5組か10組ぐらいしかいなかったんですけど、僕らアンジャッシュがすごく押されたんですよ、こいつらだってなって、うんうん、で結構いろいろ出させてもらったり、チャンスはすごいもらいましたね、もうね。はい、うん、だからその時も事務所にすでに三浦さんとかいるんですか？あ、いましたね。三浦さんがちょっと1年上で、オアシズさんが、オアシズがまた異例の速さで入ってすぐあのいわゆる飛ぶ薬、めちゃイケの前身の番組とかにはまり始めるんで、僕らもう1学年したぐらいなのにもうテレビの人って感じでしたね、当時はね。はい、押されるっていうのは、うん、テレビにもう出してくれる、はい、もうなんかネタ番組とかはなんか入れてもらったり、関西にあったなんかネタの勝ち抜き番組とかもなんか入れてもらったりとか、うん、とにかくなんかそういう感じでしたね。だから意外と最初の頃チラチラテレビちょっと出れちゃったりとかして、だってもうそれと20歳そこらって、もうそうですね、20歳20歳まだ大学生でしたし、うん、もうね TVK テレビ神奈川のレギュラーが決まったりとか、なんかねちょこちょこそういうあれみたいな、こんな簡単に出れちゃうのみたいな感じでしたね。もうその後やっぱ当然痛い目に遭うんですけど。あ、はい、そうなんですよ、うん、結構ロケットスタートなんですね。一最初だけ、そっからもうかなりあの苦労することになるんですけど、はい、ちょっとアンジャッシュっていう名前は誰が決めたんですか？なんか耳馴染みない言葉ですか？いやいや、もうなんか俺もうめちゃくちゃ恥ずかしくて後悔してるんですけど、ジャッシュがいいって僕は言ったんですよ。なんか喜怒哀楽の頭文字だ、ジョイとアングリーサッとハッピー、喜怒哀楽っていうコンビにしたいって言って僕は造語を作ったんですよ。そしたら小島が、あとんと濁音のつくコンビが売れてるコンビが多いと、
ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、まあまあトンネルズ、いろいろ本当当てはまるんですよ。で、アトンをつけたいって言って、じゃあアンジャッシュ、じゃあ喜怒哀楽がないみたいな意味で行こうかって決めてからですね。だからもう本当に後悔してますね。あ、そうなんですか。はい、もうなんかない言葉だからえって聞かれるし、アンジャッシュさんって言いづらいですしね。あの、はい、大体司会の方噛みますしね、アンジャッシュさんっていう時ね、はい、もうこの説明で時間もかかるし、絶対面白くもないし、もう公開だらけなんですけど、でももうあの若い頃に思いつきそうな、はい、そう本当そう、もうそうなんです、もうまさにその通りで、かっこつけたくてなんかで喜怒哀楽がないっていう意味のがもうかっこいいと思ってたし、なのでもうそういうまさにそういう感じですね。あ、青いですよね。はい、ロケットスタートからのタイム見ると どういう戦そっからだからもう当然実力ないし、でボキャブラ世代とくくられちゃうんですよ、ライブとかで。それこそカイジャリ水曜だったり、ネプチューンさんとかもそうかな、あの辺と一括りにされちゃうんですよね、世代的に。だから僕らにしてみれば3、4年4、5年芸歴が上で、年も上の人たちで実力者たちにまずあって入った時にやっぱ、まあ、もう当然もう打ちのめされて、ボキャブラも生かされるけども全然受けないし、もう滑り倒してましたね。だから、うん、ボキャブラは、はい、あのなんかあのランキング形式だったじゃないですか。なんかその他大勢みたいなのが、うん、なんかやいのやいの言うみたいな、あのやいのやいのの後ろの方にいましたね、いつもね。 あそこに行けてるんですね、もう行けてるし、なんかね、事務所の枠みたいのあったような気がしますよね。人力車多分誰も出てなかったんで、なんかこう、うーんだと思いますけどね、今思うと。はい、あの時って人力車さん別にボキャブラで活躍してる人そんないないんですか。一人ね、金谷秀幸さんっていう、あのギターの、はい、金谷さんは出てて、なんか各プロダクション3、4組ずつぐらいの感じだったのかな。でも僕、うちの事務所は、はい、うん、そうですね。はい、よく考えたらそれは2年目とか1年目のコンビがあそこで活躍するのむずいですね。むずいですし、まあ単純にまず平場のトークとかも全くできなかったんで、プライドあるじゃないですか。でカッコつけたいから喋らないし、なんか振られてもなんかすかしてるし、もうなんか、何してんだろうなって今思うとっていう感じでしたね。はい、もうそうか、チャンスも、まあ、来ても食いつきに行ってもいい、全然行ってないですよ。だからなんかね、お笑いウルトラクイズとかも当時呼ばれたんですけど、行って何にもしないとかで帰ってくる、一言も喋らないで帰ってくるとか、なんか今思うとなんか、まあどっかで俺らはこういう企画じゃないとか、俺らはネタで勝負するんだみたいなプライドがずっとあって、ただトークができないだけなのになんかしないんだみたいなポーズ取ってたような気がしますね。でもね、尖ってたっすね。尖ってました。まああの時代みんな尖ってましたよね。でもね、はい、よくよく考えたら、そのウルトラクイズとかって、はい、めちゃくちゃ出れない番組ですね。出れない、日テレのいい時間帯、なんか若手、ウルトラクイズの若手版みたいのかな、極楽とんぼさんとかがトップぐらいの感じだったのかな。でもなんかもう全然何にもしないでみたいな、はい、そしてちょっと呼ばれなくなる、呼ばれなくなります。もうで全然呼ばれなくなるんですよ、うん、でボキャブラもダメじゃないですか。でなんかでもライブはなんか一生懸命出てたんですよね。ネタはちょっと自信があったので。そういう2年目3年目ぐらいの時もう、はい、基本はネタは小島さんが作るんですか、でも2人で作る。もうね、途中から2人になりました。結構早々に2人になって、2人でずっと作ってましたね。喋りながら作るみたいな感じですか。いやもう全然机にもうほんと喫茶店にノート広げて、とてもお笑いのネタ作ってるとか思えないような雰囲気で、もう 2,3 時間黙ってることもあるし、あの2人ともかけるというか、2人で作ってたんで、まあ時間かかるんですよね。お互いが納得しないと前に進まないんで、なので喧嘩しそうですよね。いやこっちの方が面白いでしょみたいなってなるんですけど、これをどうこっちの方がいいかっていうのをお互いこうやっぱりこうなんかね、説得し合うじゃないけどっていう感じでしたかね、ずっと。それライブずっとやってる期間みたいなのは、うん、どれぐらい続く。ライブはだからもうそのまま、その後爆笑エアバトルって番組始まるんですけど、それもやってる時もライブあのそこで出てましたしね。だからずっと24、34ぐらいか、30ぐらいまで出てたんじゃないですかね。渡部さんたち世代だと、うん、30ぐらいまではその何ですか、アルバイトしながらやってるっていう感じは焦りあるんですか。焦りもあるし、なんか当時なんかあれですよね、消費者金融とか全盛で、なんかもうみんな金借りまくってましたけどね。まあ、同期ぐらいの芸人とかうちの事務所のメンバーはね、なんかで何のこう担保もない一若手芸人に結構貸してくれてたんですよ、うん、今考えるととんでもない年利を払ってたんですけど、なんかだから借金してましたねみんなね。そのバタさんも例外なくて、もう本当に漏れなくですね、はい、
逆にその同世代ぐらいでパンって早めに行っちゃった人とかいたんですか。だからこの僕ら世代でどんどんねちょっとずつ後輩がテレビ出始めるんですよね。で僕らのだから劇団ひとりとか、まあ、ビビるとか、まあ、有吉もそうか、あとは、まあ、アンタッチャブル、うちの事務所というと、ちょっとだけ後輩なんですけど、彼らがもうスイスイテレビに出るようになっちゃうんですよね。で、これでいよいよまずいなと、もう、あ、もうキャリアの下のメンバーが、もうテレビ出てってるな、で、あ、これもういよいよやばいなっていうのが30とか、30前ぐらいですね。はい。それは焦りますね。焦りますね。そうか、ライブ、出始めぐらいから見てる人たちになったんですか。はい、そうですね。で出てるし、まあ、ライブはなんとなくでもライブだけやって当時ネタ番組も全くないし、うん、ライブでネタ受けたからってだから何みたいな時代なんですよ。だってもっとキャラクター磨いてこうテレビ芸を覚えていかなきゃいけないっていうような時代だったんで、まあ、ネタだけやってても無理だしネタで受けてもじゃあその先に何があるのっていうような時代でしたかね。後半に抜かれた時に、うん、やめようかみたいな思ったいやなんか小島が一回僕には言わなかったんですけど、うん、やめるともういよいよ借金もあるし仕事もないしもうほんと月にずっと休みなんでやめるって、その当時の彼女今の奥さんに言ったら、うん、その奥さんが先輩芸人抜群の西尾さんっていう先輩芸人を家に呼んでくれて小島が辞めそうだとちょっとだけ西尾さんが一晩説得してくれて辞めるのを踏みとどまったっていうのを僕はだからあとまた後にあやめようって言おうと思ってたんで実はっていうのを後に聞くんですけど、まあ、あのタイミングで小島にやめようかって言われたらやめようってなってましたね多分ね。あ、はい、渡さんそのモードなんですか。もう何にもなかったですから仕事ないしもう年だけ取っとるしでもうなんか後輩にどんどん抜かれていくしっていうもうあこれも やめなきゃいけないような感じでしたねだからね、はい、今別に30まで売れてなくても普通だけどいや当時はもう全然でしたね30かもうって感じもう今更なんかきっかけつかんでも若手って呼んでもらえないなみたいなそんな時代でしたね。はい。まだ その時ってもやっぱりあれですか、ちょっとうまくもいってないから、コンビ仲もちょっと悪い。何してんです。もうやっぱコンビ仲はコンビの仕事量に比例すると思ってるんですけど、もうまさにそうですね。コンビ仕事がない時はお互いのせいにするし、うん、お前がこうだからお前がこうだからってお互い思ってるし、うまくいくと喧嘩ってなくなるんですね。仕事が増えるとね。多分どのコンビもそうだと思いますけど。そのなんか地獄みたいなところは、うん、どうやって早かったんですか。でそれでオンエアバトルって番組には出てたんですよネタ番組で、うん、でずっとなんか漫才の人とか吉本の人しか優勝できなかったのがある時僕らなんかネタいっぱい持ってたんでチャンピオンになれたんですよね。初の東京事務所のコントグループがチャンピオンになったってなってそれが2002とか3なんですよね、うん、で2003は例の年なんですよ。鉄腕の友花輪ダンディ坂野がドカンといってうん、後にその3組で紅白出るみたいな年だったんですよ、うんうん、で彼らもその爆笑エマートルのチャンピオン大会出ててで僕ら優勝したもんだからエンタの神様から声がかかるんですね。あの鉄腕とも倒したコンビ初登場っつってエンタの神様に呼ばれるっていうのが最初ですかね。それが2002とか3で僕は年齢的にも30ちょっとぐらいかな。はい、あのすれ違いコントはいですそうですね。そうですね。はい。あれはどうやって作ったの？あれも、なんか昔、本当若い頃は、小島がボケて僕が突っ込んでみたいなネタやってたんですけど、まあどうも、まあウケるけど印象残らない、優勝できないとかいう時期があって、うん、ある時結構ね、ストーリー性ができる、ストーリー性があるネタができたんですよね。うん、まあアンジャッシュっぽいコントの、なんか前の形みたいなのができた時に、すごく受けたんですよ。で、これもしかしてキャラクターない2人だからお話が意外とすぐ入ってくるのかなとストーリーは受け入れてもらえるのかなっていうのをそこでちょっと気づいたんですよね、うんうん、片方がものすごい太ってたりすごく背が低かったら難しいじゃないですか、うんうんうん、でお互い中肉中背で個性がないからこそよしっつってそこからいわゆる脚本台本にすっごい力を入れるようになってストーリー性があるとかこういうまあそれで結局そういうすれ違いコントみたいのになってるんですよね。めっちゃ作るの大変です。めっちゃ大変です。めちゃくちゃ頭使うっていうか。いやそうですね。もうだから時間はかかりましたよね。もう本当にまあそれこそアンタッチャブルとかはわーってきてうわーってなんとなくふわって日常会話みたいなネタ合わせネタ作りしてそのまま舞台でドカーンみたいな感じだったんですよ、うんうん、僕らもう1ヶ月前からもう毎日喫茶店でめちゃくちゃ時間かけてやっとなんとか1本作るみたいな感じでしたね。だからもう単独ライブやるって言ったら半年ぐらい前からもうしかも、はい、難しい
ってかお客さんがちょっとぼーっとしちゃったら、うん、あれ、うん、どうなってたんだっけみたいに。もう本当そうですね。あのそれもう、うん、まあそれでいいやって思ってました。若かったんで、もうあの置いてっても置いてっちゃった人はしょうがないからぐらいで作ってた時期もありましたね。でそれが途中からその、はい、なんかエンタで見てもらえるぐらいの、うん、なんですかそのお茶の間にもちゃんと。フォーカスがあったネタにどうやって待ってくるんですか。だからもうエンタの神様ね、あのもうやっぱりああいう字幕テロップが出るとか、うん、うちで言うとなんとかだと勘違いしてる人って下に注釈が出るみたいな、あ、まあ、あれあの演芸ファンから大不評だった、うん、ああいうね演出があるんですけど、僕らもね最初はもう全くもうなんでこんなの嫌だよ、説明とか嫌だし、なんかこんな、うん、あんな文字でテロップになって絶対やめてくれ、恥ずかしいからって思ってたんですけど、やっぱそこでやっぱね毎分視聴率っていう概念に出会うんですよね。で今ね視聴率を表を、まあ、当時ゴミさんに見せられて、うん、お前らのネタってこれ上がらないんだよ、なんでかっていうと最初に見逃した人が分からないから、うん、確かにそうだなと思って途中から見たら分かんないなってことに気づくんですよね、うん、で途中から見ても分かる仕組みってなんだろうと思ったんですけど、途中途中に口で説明するのってすごい手間だし、うん、お笑いのテンポ感もなくなるって、うん、やっぱそれで多分ゴミさんが思いついた苦肉の策があれだったんですよね。あ、ここになんとかだと勘違いしてる人、なんとかだと勘違いしてる人っていうのを入れてから、うん、毎分がすっごい上がるようになったんですよ、うん、もう分かりやすくで、すごい。それでもう僕らは当時お笑いキャリア十何年あってライブシーンとかネタ番組です結果も残してたんで、日本テレビのよくわからない番組に演出なんて全く聞きたくない、言うこと聞きたくないし、お笑いの真剣度が違うと俺らもうこのコント作りにどれだけ命かけてきたんだよってことでぶつかったんですけど、そもそも考えたらより多くの人に見てもらえなければ何の意味もないなってことに気づくし、だいたいゴールデン番組でネタをできることのありがたみとか、この番組にどれだけの人とどれだけのお金がかかってるかとかをどんどん学んでいくんですよね。でそんな中4分で5分でも自分たちが考えたものを表現できるってこれもう奇跡というか、もうとんでもないラッキーなことだなってことにどんどん気づいていくんですよね。で番組もね当時 20% とかもいくし、でもう完全にもうあの演芸ファンに何言われようともエンタの神様の演出を受け入れて、ただネタは絶対自分たちで作ると、うんうんうん、あのネタはもうとにかく触らないでいただいて演出さんも任せるっていう方式にしましたね途中で、はい、でもそれはちゃんと飲んでくれたんですね。飲んだというか、まあ、あのいちいちあのだから打ち合わせしてもそうだし、単純になんか昔はこうベンチ公園のベンチで座ってて会話の中でお互い何してる人かっていうのをやるようなコントを作ってたんですよね、うん、暇だな暇だな、でも今日あれだよな2時から会議だよなって、やっとセリフの中であ会社員の昼休みなんだみたいなのを見せてたんですけど、うん、その時間でも変えられちゃうんですよチャンネルが、うん、だから僕が一番ダサくてやりたくなかった僕は泥棒、今日はこのお屋敷に泥棒に入ろうと思うみたいなこれ確か言った方がもうこのタイムロスいらないですよテレビでね、うん、自然と設定を分からせていくとか、うん、役職役柄を分からせていくっていうのはいらないんで、もうそういうのももう全部あの最初に説明をボンと先にしちゃう、で衣装も分かりやすく、もう警官の格好と泥棒をやるんだったらもう本当に今いないけど唐草模様のあれを結ぶとか、うんうん、風呂敷結ぶとか、もうこういうふうにあのしましたね。だからもうものすごかったです批判は。もうあそうだ、それまでのファンもがいましたね、はいはい、もう離れてきましたねやっぱねでも、まあ、売れるためにはしょうがないですもんね売れるというか このだけの人数の前にアンジャッシュのコントを届けるって多分最終形態だと思ったんですよ。これ以上のことないだろうなと思って、視聴率 20% の番組に毎週 4,5 分30の若者がもらえるって、うんうん、ありえなくないですかよく考えたら。まあまあそこですよね。なのでそこにしがみついたというか、はい、いつそのバイトとか辞めれるのって言ってたんですか。何歳でもそのエンタの神様で出て出るようになって32歳の時借金は完済しましたね。あのやっとですね32でからやったいわゆるお笑いでご飯を食べれるようになったというか、はい、エンタが2003年だったら、はい、2004はだからアンタッチャブルさんも M1 とか優勝して、そうですはい、あじゃあそれは逆にも自分たちも売れてるから素直に祝福できるんですか。うん、いやうん、まあ、祝福というかやっぱアンタッチャブルはやっぱりなんか M1 も多分最初の頃あんま振るわなかったはずなんですよアンタッチャブル、うん、でも
劇場でもバカスカ受けてたんで、うん、まあやっぱりなっていう感じは感じでしたね。あ、そう、コントとか M1 は挑戦してないですか？ M1 も、違うね、漫才一回も撮ってないですよ。漫才をセンターマイク立ててネタをやったことが一回もなくて、はい、なので、まあ、M1 っていう選択肢なかったですね。うん、でそのエンタでブレイクしてから、はい、でもネタじゃないですか最初、はい、そこからそのなんか普通の平場っていうんですか、そこもよくね、あの言うんですけど、はい、いわゆる一周呼んでもらえるんですよ、各バラエティ番組を、はいはい、ブレイクしたんで。でもなんかひな壇も全然下手だし、トークもできないで、見た目もあんな2人なんでいじられもしないし、なんかチャンスあっても返せないっていうのが、だ本当に全部の番組で結果を残せなくて、2回目どこも呼んでくんないですよね。まあエンタの神様は出続けてるから、まあネタ番組とかは呼ばれるけど、いわゆるバラエティ番組は全然呼ばれなくなって、ネタ番組しか出てないみたいな時期がもう2007年ぐらいからもうそんな感じなんですよね。食えてはいるし、知名度認知度はあるけど、エンターとかエンター以外のネタ番組しかで見ないよねってなったんですよね、はい、で、はい、2007年に僕夜のラジオの帯の生放送を受けるんですけど、うんうん、つまり受けれるスケジュールだったんですよね、うんうん、もう何にもなかったんで、その JA 部ってラジオ局の生放送、はい、月曜金曜の10時12時をオファーが来て、それを受けてやったってことは、今もとも2007の時点では結構暇だったんですよね、きっとね。はい、じゃあ帯でピンで決まるとか、うん、そこからコンビの体操より割とピンが増えるがで、まあまあネタは作ってたんですけど、そうですね、まあそこ2007年から2010年まで帯はやるんですけど、その3年間でまあ多分いろんなことが変わりましたね、僕はね。なんか仕事がそこの3年間でまたちょっとずつもらえるようになったというか。そうか、 JWAVE って音楽を紹介するっていう感じなんですか？でもね、基本的にトーク番組で、なんか僕の番組はいろんな特殊な職業の方、うんうん、例えば傭兵で世界中の戦争飛び回ってますって人だったりとか、あの日本一 の、 あのボディーガードで、もう海外の VIP 来た時、誰も僕が全部守りましたって人とか、特殊職業の方を呼んで、その人の話を1時間45分2時間聞くっていう番組だったんですよ。2時間聞く、はい、めちゃくちゃ大変な人ですね、はいはい、専門知識持ってる一般人との、はい、なんかマンツーマンみたいな、はい、めちゃくちゃ鍛えられました。もうここは僕のすべて、芸能活動のすべて、結局今やってる講演活動の礎もその時にできたと言っていいぐらい、あの、すべてできましたね、そこで。はい。盛り上げなきゃいけないもんね。そうなんですよね。盛り上げなきゃいけないんで、自分で喋ってた最初の頃はもう気合い入れて、まあ、言っても喋りのプロと、ゲストは素人の方多いんで、僕は喋んなきゃと思ってやってたんですけど、まあ、どうも、あんまり、盛り上がらないし、まあ、ゲストの人もそんな楽しそうじゃないと、うん、である時その月刊野宿っていうなんかミニコミ誌があって、野宿だけを取り扱う女性編集長が来たんですよ、うん、でラジオ初めてですって人が来て、全然喋ってくんないし、野宿は僕全く知識もないからトークもできないんですよ、うんうん、でその時初めてもうあのこれ聞くしかないと思って、なんで野宿なんですかと、なんでキャンプじゃなくて野宿なんですか、野宿の醍醐味って何ですか、どういうところが野宿に適してるんですかってひたすら質問をしてったんですよね、うんうん、そしたらその野宿の編集長がどんどん口を開いていって、すごく野宿愛が伝わる回になったんですよ結局その放送回がめちゃくちゃ評判良くてあ、こういうことか、ラジオ番組ってそうか、ホストじゃない、ゲストがいかに気持ちよく喋れるかを一番重要視しなきゃいけないんだってことに気づいて、そこからもう完全に司会のスタイルをそういう風に変えて、そしたら聴取率、いわゆるテレビの視聴率みたいな聴取率がもう並びでポンとトップになって、あ、これだなと思って、そこからひたすらその聞くっていうのをずっと、何を聞いたらこの人が楽しそうに話してくれるかなっていうので、でその一環でこの外録チャンネルをめちゃくちゃ見てたんですよ。やっぱ三谷さんのやり方やっぱすいやうまい、いやこれはね、多分三谷さんはある程度分かってやってる部分もあるけども、あの素晴らしいなと思って、もう生意気ですけど、ね、いやいやそうそう、ありがとうございます。でもじゃあマツコの知らない世界みたいなことを、そうです、本当そうです、もうラジオで毎日やらされそうとか、本当にそうですね、はい、毎日そうでしたね。確かに鍛えられますね。鍛えられますね。ある日はもう長渕剛さんいらっしゃったりとか。え、マジですか？もうね、矢沢永吉さん来てくださったりとか、なんかね、僕の番組が、なんか、ややこしめの人が全部来るようになっちゃったんですよ。もう、渡辺とかだったら何とかするだろ、あいつはっつって。だからそういうもう一日、毎日毎日ですから。それでめちゃくちゃ鍛えられて、
そっか、矢沢永吉さんとか長渕剛さんって、はい、いや勝手なイメージですよ、はい、なんかその触れるとこ1ミリずれたら爆発したみたいな、はいはいはい、本当にだからあのいや一般の方はなんか緊張をされてるのをほぐすっていうのがなんか命題だったじゃないですか、うんうん、でも長渕剛、矢沢永吉というやり方全然違う、変わってくるじゃないですか。まあだからここはやっぱりあの切り込むというか、あのよその音楽番組で絶対しないような話を絶対聞こうとか、もっとなんかパーソナル部分を聞こうとか言うと、意外とこうやると向こうも、僕は芸人なので心開いてくださるというか、うん、長渕さんはなんかゴリラのコービーをしてる DVD にもハマってる話絶対しないじゃないですか普段。めちゃくちゃ面白くて、いやもう今の若者あれ全員見るべきだっていう話をしてくださったり、矢沢さんは若い頃キャロルとかの頃に地方でどういうナンパをしてたかとかホテルで月9のゴーが可愛い時こう声かけたとか、あこれ絶対よそで今してくれないだろうなって話をよし一個でも聞こうっていうことで、はい、まあ、あれですよ、三谷作戦です、もうちょっと青なふりしてどんどん切り込むね、ああいう大御所の人たち逆にそういう機会はあんまないですもんね。もうおっしゃる通りで、台本通りやりたがらないですね皆さんね、今日はもういいよみたいな感じで、はい、俺来たんだぜみたいな、なんかそれでなんかいわゆる他の FM 局と同じようなことをしたくないかったかもしれませんね、うんうん、はい、わざわざ芸人司会のとこに来てるんだし、そうですね、はい、うん、なのでもっとラフにやろうよみたいな、うん、でそこからわざわざテレビで、はい、単独でどんどんなんか切り込んでいくと進出していく、はい、あの感じは前にレッドチェアで東野さんが、はい、渡部さんにお前とんでもない仕事してるなみたいなアロマチック天国出るためにお前なんかいっぱい地元あるよなみたいなことを言われたみたいな話してたじゃないですか、はい、あんなどこで起こしてくるの、いやいやもうだからとにかく仕事がないんでもう全部もう時間はあるじゃないですか、でそのラジオで結局1500人あったんで、ある程度もうこのことはこの人に聞けばいいって結構情報がもうクラウド化できてたんですよね、だからなんかもうそういうことを全部例えば和田町もそうですけど、もう下津ツアーズだったから漁港を巡るみたいな会があって休みあるんで、その1週間前ぐらいにその漁港を乗り込んでプライベートで、でその結構地元の人とコミュニケーションを取って、でいざロケ行くとだいたいこのキャラクターこんな感じだとか大田くんみたいに言ってくれる人もいるんで、なんかこう有利ですよね、一回行ってるでちょっと、はい、勝手にロケ班とかよくやってましたよ、和田町もそうですけど、はい、あでもその戦いしてたら勝てますよね、その、うん、旅番組にそういう気合で臨む人あんまりいないですよね、はい、いないし、例えばじゃあ、漁港でマグロを、じゃあ三崎でこうでマグロが取れたって言ったらマグロに詳しい人に連絡して、三崎のマグロってどう何が違うんですかと、どうなんですかと、この時期はどうなんですかっていうのを全部聞くじゃないですか、はい、その番組で話してただけなんですよ、はい、いや三崎のマグロってちょっとこうなんですよみたいな、はい、だからめちゃくちゃ物知りなイメージがついたんですよその時に、はい、なのでそれこそ鈴木おさむさんとかが、あいつ何でも背負わせたら、つまり何でもこれ頼むなって言ったら、まあさぞ10年前から知ってるみたいな顔で喋りますよって結構おさむさんがね僕のブランディングしてくれたんですよ、あいつはそれっぽい顔で何でも喋れるって言ってくれて、本当にそっからですね、でお願いおさむさんやつお願いランキングっていう番組で結構出させてもらって、そっから何かとか語れる、何かしたら何か紹介するとか語るっていうのをやれるようになったんですよね。あ、それも、はい、お願いランキングとともにテレビにこうまたさらに、そうですね、はい、だからもう前も言ったんですけど、このある日はウーロン茶が体に一番いいんですと、こういう成分があってで絶対飲みましょうって、次の日はウーロン茶はやめてください、絶対緑茶飲むべきですってことを仕事してたんですよそれで仕事をどんどん取ってたんですよで それで東野さんに見つかるお前どういう偉い仕事してるなって言われたっていう、逆にそれよく東野さん見つけられましたね、そんなんね、いや怖かったですね本当に、本当にね、レッドチェアでも話したけどほぼ喋ったこともなかったんで東野さんと、でたまたまあったメイクルームで言われたんで、うわやっぱバレてんだなと思っていや そこまで気づくのか、はい、気づくのか、はい、同業者はそうですね、でまあそうですね、で街のこともなんかお前すごいことしてんなっていう、はい、あでもまあ、はい、もうでもさっき言ってたの園芸ファンみたいなのから、はい、どうこう言われるみたいなのは、はい、もう一回そのネタ番組の時に伝えてるから、うん、どえらい仕事してるけど、うん、みたいなその後ろめたさ、あもうないですね、もう仕事なかったのを、いや一回
よテレビ世に出たのにまた経験してるんで、うん、エンタの神様の後に、うん、もう必死ですよ、何でもいいから仕事を取るっていう、もう、もう手段選ばずで、あとはもうなんか昨日ウーロン茶のこと言ってたのに今日緑茶のなっていう気持ちすら捨ててやってましたね。もうあの求められたことをやるとあのっていう感じでしたかね。あの行列の中の告知奪うみたいな、はい、あのくだらに出たんですか。なんかあの気づいたら毎回やってたんだよ。そうね、本当あれもね、僕行列レギュラーじゃなかったんですよ、はいはい、である時でそれこそだいたい役者さん来て最後に、映画公開しますとか言って、うん、告知の時間に入ったら、うん、ね、三谷さんご存知だと思うんですけど、やっぱその前分視聴率下がるじゃないですか、そこってぐわっと下がるじゃないですか、告知が始まった瞬間に、うんうん、まあ、いわゆる番組としては弱点ですよね、うん、申し訳ないですけど、うん、でここをなんかできないかって多分その演出の高橋俊さん考えて、うん、なんか渡部が勝手に告知して、だ渡部も出てるんだって言ったら渡部は全然出てないみたいな、一回やってみようっつってやったんですよ。一個のボケですよね、うん、勝手に告知を奪うっていうボケとしてちょっとやってみようかっつって僕はやったんですよ、うん、それを受けたし、結局自分の作品じゃない他人が褒めてるから、うん、すごくいいんですよね。自分の映画で僕の演技すごくいいんですよとか、うん、あんま言いづらいじゃないですか、うん、でも僕が、いやあなたの演技素晴らしい、告知がそんな告知はダメだと、あの映画が埋もれちゃうよあんたあんないい芝居してんのにってやり方をやったら、3週に1回ぐらいです僕行列って、まあ、準レギュラーぐらいだったんですけど2週に1回になって、で今度は面白いので、役者さんとか映画配給会社が、うちのこの役者は渡部のいる会にしてくれっていう風になったんですよ。渡部さんが隔週なんで渡部がいる会に出させてくれ、最後の告知のあれやってくれっていう風になって、でレギュラーになったんです、毎週になったんです。毎回確かにあのくだり受けますし見ちゃいますもんね、最終的に。まあまあなんかね、なんかまあ一応まあご本人様が告知するよりは、でもあれやっぱり理にかなってんですよ、自分で自分の作品褒めてもね、発明ですもんね、で聞きどころもないし、でまあ一応ボケじゃないですか、出てないやつが勝手に言ってるっていう。だって役者さんがドラマの最終回の告知してて、本人まだ台本見てないのに僕台本見てたりすることありますあ、そうなんですか。告知しなきゃいけないからやっぱりあのとかもう面白かったですよ、そういうのはね。だって最終的にはその渡部さんがあの司会の回もありますね。そうですね、はい、もうなんかよくわかる、世界の渡部ってキャラクターがある日突然できてて、それで、もう世界の渡部がご紹介するみたいな感じで MC をやらせてもらう回もありましたね、何度かね。はい、すごくないですか、3週1回っていうか、はい、に呼ばれる人から、うん、その MC に乗り そうですね、行列ってもすごい特殊な、あの成り立ちだから。そうですよね、うん、だからそう考えるとね、すごいですよね、ありがたいです、まあ、告知っていうのはあったからだと思いますけど、やってみてどうですか。ひな壇側と MC がだいぶなんか違うじゃないですか、なんかその、うん、でもまあ緊張しましたけど、まあ、言ってもひな壇に東野さん、宮迫さん、後藤くんっていう、まあ、強力な3人がいるんで、うん、3人とも、まあ、優しいので、うん、まあ、完璧サポート体制のデビューって感じでしたけどね。うん、僕が詰まっても、僕がちょっと展開が甘かったら、ひな壇から誰かが聞いてくれるし、もうちょっとこう、深掘った方がいいとこは誰かが言ってくれるし、で僕がこう言ったらみんなパッて弾いてくれるし、なんかもう、あの方々は、にはもう、そういう意味ではもう心強い先輩たちというか、はい、すごい逆ちますね、お話のレアルマドリード。いやでもね、よく考えたら僕じゃなくて、まあ、あの3人ってもう普通に各局のゴールデンの MC じゃないですか、うんうん、その人が3人ひな壇に座ってるっていうか、まあ、そもそも東野さんがひな壇に座ってるって、うんうん、まあ、かなりなことじゃないですか、うんうん、よく考えたら、うんうん、あんま見ないし、ね、見ないし、まあまあ頼もしいですよ、何があっても大丈夫だなって感じです、東野さんがあの一番奥にいらっしゃったら。あ、あのアメトークとかでなんかあの何でも明太マヨネーズ食ってかけるみたいなああいういじられ方をそのなんですか、あの同世代とか後輩の人からされるんだってのはいつぐらいかと。いやーでもそんなイメージないってことですね、あのまだエンタ出てるぐらいの時は。でももうそれこそ有吉とかはねは長いので、付き合いが、まあ、山崎もそうですけど、ああいう辺のもうメンバーは、あでもそうでテレビそうですね、でももう僕はその2度目というかいろいろ勉強してテレビ出るようになった頃にはもうちょこちょこ始まってはいましたけどね、なんか、そうか、それも別にもうなんかうって思う段階じゃないなみたいな。いや本当そうです、もうだからもうあの今じゃないですけど、そんなこと言ってられないとか仕事なくなってるからもういかようにでもしてくださいって感じですよね本当にそうなんだ、はい、FNS 歌謡祭とかの仕事の、はい、
オファーの仕方ってどんな感じで来るんですか？でもその時は行列も一回 MC やったことあるから、はい、行列はやってたかな、やってないかな、ちょこちょこど特番だなんだ MC をやってて、フジテレビでまず1本決まるんですよ、初 MC が。ニュースな晩餐会って言って、ね、田中みな実さんフリー初 MC、うん、で渡部フジテレビ初 MC かな、ゴールデン対初 MC で、うん、でまあ見事大ごけをするわけですよね、うん、でそれ終わって、あもうこれフジテレビ憧れのフジテレビの仕事がこれで終わりだと思ったら、次の頃に水曜歌謡祭っていう生放送の歌番組の MC の話が来て、うんうんうん、森高さんと、うん、おっと思って水曜歌謡祭を始めるんですよね、うん、で実は FNS 歌謡祭も次回からって話になったっていう経緯ですね。はい、そうですね。ただあの僕もバカじゃないんで、はい、やりますけど、ちゃんと記者経緯をなんで僕がここでやるってで、あの全部事情を聞きました。だから多分まあ視聴者の方もね、はいはい、気づくと思うんですけど、まああの前任と後任を見てもらえば分かると思うんですけど、もう僕はあのなんで僕なんだっていうのを聞きました。そんなわけないんで、なるほど、はい、でもそっかそっか、まあね、前任草薙さんとかが、まあ、退任されて、はい、ってことですもんね。だって草薙さんの後僕のわけないじゃないですか。普通に考えたらじゃないですか。でも やってみてどうですか。だってそれこそ、まあ、水曜会社生放送ですね。生放送なんで、あれも別になんか僕も当時の MC って別になんか誰かをいじって笑いを取らなきゃいけないとかいうやり方じゃなくて、本当に進行だったんですよね。とにかく時間内に収めるとか、っていうことだけだったんで、まあさほど、まあ、緊張感ありましたけど、まあ、結局時間配分もスタッフさんがやってくれて、で、完璧で次行ってとかじゃないですか。だから別に自分でタイムスケジュールもしなくていいから、役割をやるっていう感じでしたね。はい、じゃあ、あのぐらいの時は、もう、うん、アンジャッシュの仕事ってあったんですか、二人の。いや、それこそ千葉でやってる白黒アンジャッシュって番組と、あとテレビ東京所さんの番組が二人でレギュラーでしたね。ああ、でも、じゃあ一週間に一回、うん、そうですね、一週間一回。で、まあ、ネタ番組もあったかな、まあ、その全く合わないってことではなかったですね。そっか、でもそれ、つなぎっていうのはなんですか、つなぎとはいえ、でもちょっとなんですか、FNS 歌謡祭の司会だったら、もう、天下人の司会。いやいや、もう、これ以上はないなと思いましたね。はい。もう、あ、これか、すげえなと思いましたけどね、最初は。でも、まず、がっつりフルでリハーサルやるんですよ、あれも、丸々。だから、もう朝からずっと本番見てるような感じで。で、その人はもう衣装もつけてるし、もう完全に一回やるんですよね。ゲネプロみたいな。はい、はい、はい。なのでもう5時間とかそうです。そうです。だからもうずっとですよ、リハーサルは。5か2ってことですか。多分、はい、やってましたね。確かにそれ大変ですね。うん、でも僕らもそれも別に曲紹介してなので、まあ緊張はもちろんめちゃくちゃしましたけど、まあ優しかったですね、アーティストの皆さんも。すごい優しくしてくれたし。そうか、はい、だからあれ何歳ですか。いや、わかんない。いつだろう、40ちょいぐらいですかね。王様のブランチもそうですけど。そう、王様のブランチも。僕のわけないですよ、第一候補が。それ分かってるんで、ちゃんとそれも聞きました。誰に断られて僕になったんですか。それ言わないとやらない。はい、だから僕ら両方そうです。そんなわけないんで。で、なんか、事情もさすがに芸能界と分かるんで、なんでどういう経緯で僕になったのかを聞いた上で仕事したいなと思ったんで。はい。そうか、じゃあ谷原さん後ですか。そうです。だからそんなわけないんですよ、谷原さんの後に若返りたいって言って同い年の僕なんですよ、谷原さんで当時も40代後半、中盤後半ぐらいなんで、いやちょっと待って、大変ありがたいですけど、どういう経緯なんですかってことはちょっと聞きましたね。そうなんですね、はい、でもだから本当クリーンな仕事がどんどん舞い込んでくるんですよね。なのでこれはだから僕が余計なことしなかったっていうのが一番でかいんですよ。やっぱこう個性を出さなかったのがでかいと思いますけど、なんか自分のコメントとか自分の感情とかをもう一切テレビで言わなくなったんですよね。本当に進行とかに徹するようになって、うん、まあ本当に制作の意図を一番組むんだという やり方にしてからは、まあそういう仕事 MC の仕事すごい増えましたね、それでね。僕勝手に東の一門って言ってるんですけど、いわゆる感情を捨てなさいと、歯車の一個だと番組のとにかく番組の一個で、我々の仕事は一人でも多くの人を視聴者を維持しながら CM に入ることだと。だから別に視聴率で、僕はフジテレビの一発目の MC でこけた時も東野さんに「いややばいっすわ」って言ったら「いや何を言うとんねん」と、「気にするな」と、
視聴率良くても褒められないんだから、視聴率悪くて打ち切りになっても全く気にしなくていいと。でもあのもういいアルバイトだと思えって言われて、ああなるほどなみたいな、だからそういうことを意識し始めるんですよ。もうとにかく自分が面白いと思われるとかもう捨てて、あのとにかく番組がどういうことを求めてるかなって、このチームで自分は何ができるかなっていうのを意識しするっていう、やっぱ東野さんの考え方ですよね。だからそれに従って、はい、やってましたね、はい、東の一門なんです、はい、なんでいるんですか東の一門。いやどうすかね、ここまでどうだろうな。東の一門ってその考え方をトレースするにはもう MC クラスに一応なんなきゃなれないって感じですね。でもひな壇でもやっぱりあのやり役割やって、よし一個でも面白いこと言おうではなくて、足りないパーツになろうと、例えば AB の2択のクイズ出て A ばっかになったら B に行こうじゃないですけど、はは、なんかそういうことですね。自分 A って言って頭いいと思われたりとか感情全部捨てるとかですね。AB のクイズで B に人がいないのは気持ち悪いじゃないですか番組的に。で大体答え A なんですよそういう時って。だから B に行って、いや B でしょこれだってどうこうじゃんっていう役割を担うっていうことですよね。はい、すごいです確かに。で仕事増えるんですよやっぱそれやってるとね、はい、ある意味ストロングスタイル、ストロングスタイルだけど、これは僕は東のイズムだと勝手に思っててあのはい、うん、その間もご結婚もされてとかですね。そうですね、はい、その順調な、はい、一番チャレンジ順調な時にもああいうこと、ね、そうですね、はい、47歳かな、はい、すごいですよ、はい、だからあれってあそこからちょっと記憶がないっておっしゃってますもんね。いやもういや記憶がないというか、都合の悪いことを忘れてるとか、もちろんねあの反省とか大事なことを謝んなきゃいけない人、うん、ご迷惑かけた人はいるんですけど、なんかあの記者会見の時どうだったとか言われてもなんかね断片的にしか覚えてなかったりとか、すごい最初突撃された時ってどうだったのって聞かれても、本当になんかね写真でパシャパシャみたいなことになってるんですよね。で、あの時どうやって夜寝てたかなとか、俺なんか飯って食えてたんだっけなとか、もうそういうのがねなんかもちろんゼロではないですけど、もうあの薄まってるっていうか、なんかキャパを超えないようにしてくれてんのかなって僕勝手に思ってるんですけど、まあ食らったことのない量のバッシングを受けるわけですもんね。バッシング受ける、そうですね、バッシング受けるし、何が何だか分かんないですよね。何が何だか分かんないですよ。世の中とんでもないことになってるし、とんでもない迷惑をかけてると、っていうのを抱えたままの生活だから、覚えてないですよ。何時に起きてたっけなとか、とりあえず朝起きて子供学校来るんだけどとか、でまた週刊誌いるなとか、あ犬散歩行くけどなんかもう、あここにあそっかとか、なんかそういうのは覚えてるんですけど、だからその、はい、世の中に出ますってまず事務所に連絡が来るんですか。でもいやもう突撃されて何日に出るというのがあって、でその間にだからもうどうするかみたいなことを事務所の皆さんに話し合って、はい、そうするともう お仕事を休む準備してる。あそうですそうです、この時期のタイミングで全部のお仕事に言おうと。僕ねそこもねもう全然関与してないんでちょっとあれなんですけど、多分事務所がこのタイミングで一斉に休みますってことを言おうってなってだと思いますけどね、はい、でだからそこからもじゃあもうお子さんと向き合うみたいな感じなんですか。お子さんっていうか、まあ、家族と向き合うというか、いやもう向き合うというか、まあ、向き合うって言っちゃったらですけど、まあ、とにかくまず家のことを絶対僕は全部しなくなってはいけないと、でまあ本当にとんでもない目に遭うわけじゃないですか、奥さんも家出たら、うん、職場にも週刊誌いるし、うん、どこ行ってもこうなんかね、まあなんか好奇の目にさらされるというか、うん、なのでもうでまあでもとはいえ妻は仕事に行かなきゃいけない、子供は学校に行かなきゃいけないっていうので、まあそうそこからはもう子育て育児家事っていう生活ですね、うん、まあそうかな、はい。料理とかもしてたの？料理はもう子供の簡単な料理ですよ。なんかオムライス作ったりとかカレー作ったりとかもそういうのはやってましたね。でもね、その時は、はい、まあ、ね、言ってもなんかそのまあ生きてるからなんか生活の中でなんか楽しみみたいな見つけないとやってないじゃないですか。なんかあるんですか？いやそれもない。いや楽しみ見つけるはなかったですね。もうなんだろうな。とにかくもう一日なんとかもうやり過ごすというか乗り越えるというか、子供を食って子供ご飯食べさせて着替えてで子供寝かしてでまあっていうもうそれだけで、だからいつ芸能に復帰するだとかワイドショーがどうなってるだとか、
もうそういうことでもなかったですね。もうなんか一日どう終えれるかみたいな、もうそんな感覚だったような気がしますけどね。スマホとか見るんですか？スマホはもうね、見てないですね。もう連日ネットニュースもだったので、もうスマホも開けないけど、携帯を変えたんですけど、とにかく迷惑かけた人に電話をしなきゃいけないとか、もういろんなことがもうわーわーなって、どういう精神状況で生きてたんだっけなっていうのを今思うと、なんかね、どいやーっていう感じですかね。アンジャッシュ渡部さん総合司会の崖っぷちナンバーワングランプリ2023の決勝戦が4月16日 YouTube チャンネルにて配信されます。第6チャンネル見たりも審査員として出演させていただきますので、よかったら見に来てください。第6チャンネルライブ笑える絶望2開催決定です。5月24日18時開場、18時50分開演です。3月26日18時からチケット先行発売開始。ぜひぜひ皆さん会場までお越しください。よろしくお願いします。絶対に面白くします。4月14日横浜トークライブも開催させていただきます。終演後オンラインサロンメンバーとのオフ会も開催しますので、よろしくお願いいたします。